みこと日記。これ、みこと四国記にも見ますよね。いや、これみこと四国記にしか見えなくなってきました。ということで皆さんこんにちは。今回はこちらのゲームやっていきたいと思います。これ、カロンさんっていうもうめちゃくちゃ有名な方が作ったゲームなんですけど、俺が知る限りだと多分一番最初のゲームかな。多分ね。多分ですけどね。はい、ということでやっていきたいと思います。これ、みこと日記っていうタイトルだから多分日記的な何かをするの？なんか日記するだけのゲームだったらすごい平和だけど、このゲームにはブコルキシンが袋ですから、大丈夫ですか？はい。はい、暴力シーンとか逆にグロテスクな表現があったら逆にちょっと物足りないですね。この物語はフィクションです。実在する人物、団体、事件と、はいはい、だいたいこういうところ読めないですよね。カロンプレゼンツ、なんかすごい家みたいになってるなんかすごい悲しい顔の家、家にしか見えない。みこと先輩、みこと先輩のことが好きです。付き合ってください。おお、早速告白シーンから始まるんですね。いいじゃない、青春してますねあなた。この右にいるのが多分みこと先輩そうですね。なんかしょうもなっていう顔してる。何こいつしょうもな、多分めちゃくちゃモテるんじゃないのこのみことさん先輩。またろうくん、またろう、本気なの？本気です、全力で愛してる。うわ、なんかイケメンそう主人公。またろうくん、全力で愛してる。分かったよまたろうくん、君は冗談でそういうことを言うような子じゃないもんね。じゃあとりあえずはね、お付き合いしたらいいのかな？えへへ、よろしくね、マタロウくん。かわいいよ、この笑顔。守りたい、この笑顔。もう、守りたい、この笑顔、GX。よろしくお願いします。よろしく。あ、ここでね、お付き合った瞬間から急にちょっとタメ口っぽくね、ちょっと距離感を一気に縮めようとする選択肢ね。はい、行きましょう、これで。マタロウくんは元気がいいよね、欲しい。そういうとこ、ミコタ結構好きかも。何でも好きでいてくれるような可愛い人ですね。とても純粋でいいと思いますが、はい、こういう人が現実にいてくれたら僕も多分幸せなんだと思いますが、現実はそんな甘くないということで、僕は一人で、まあ、パソコンに向かって喋ってます。はい。こうして僕は憧れのみこと先輩と付き合うことになった。よかったね、マタロウくん。みこと先輩は顔も性格も良くて、何でもできる才色兼備。学校中の男子からも当然モテモテだ。当たり前でしょう。そんな僕がみこと先輩と近づきになれたのは、僕が部活の、後輩だったからだ。何部なの？みこと先輩は僕のことをすごく可愛がってくれた。でも好きになった理由はそれだけじゃない。みこと先輩の明るくて優しい、そしてどこか不思議な雰囲気に強く惹かれてしまったのだ。この気持ちは何だろう。僕は、早選択肢。みこと先輩を愛してる、幸せにする、みこと先輩が好きだ。何が違うの？こう真ん中はちょっとレベル高いよね。愛してると好きだはちょっとなんかちょっと似てるようなもんだけど、一番上にしよう。とりあえずなんかちょっと似たり寄ったりだからちょっとよくわかんないけど、とりあえず一番上にしましょう。早速おうちデートすんの？この BGM すごく聞き覚えがある。俺がすごく頑張ったゲームの音だ、音楽だ。すごくナピーの家だ。さ、どうぞどうぞ、上がって。うちに人が遊びに来てくれるなんて超久しぶり。すっごい、ちょっと待って、すごい。この音楽を聴くと俺別のゲームを思い出してしまう。いっぱいごちそう作るね。やばい、なんか情緒不安定になってきちゃう。お邪魔します。ごちそう、楽しみだな。これちょっと楽しみ感出そう。まあまあゆっくりしていってね。今日は私以外誰もいないから。付き合って初日からそういうプレッシャーんすか先輩。また楽もちょっと、ちょっともうその気なんじゃないのって思ってますけども。ねマトロ君、紅茶嫌いだったって。紅茶大好きです。紅茶めっちゃ飲みますよ俺。たまに、やっぱたまにですね。好き嫌い、好きです。そっか、よかった。みことね、桃の紅茶大好きだから、普通にピーチティーね。なんか、ピーチティーを桃の紅茶っていう子、逆になくない？気に入ってくれたら嬉しいなと思って。まあ、ピーチティーも美味しいよね。桃だけじゃなくて、他にもね、リンゴとかマスカットとかもあるんだけど、特別なお客さんが来た時には、桃の紅茶にするって決めてたんだ。へぇ。あ、そういえば、マトロー君、今日は何時までいられるの？夜中、いや、深夜8時。深夜8時。深夜8時まで入れる。変な意味じゃないんだよ。本当だよ。何やこのちょっと天然っぽい子。いつでも OK。 おお、その無表情な顔でそんなこと言われたらもうすごいね。そうなんだ。でもあんまり遅くなっちゃダメだね。マトロ君のお母さんも心配するでしょ。まあでも晩ご飯は食べていってほしいな。頑張って作っちゃうからね。欲しい。何を作ってくれるの？みこと先輩の両親は？まあ両親のこと聞こう。私のお父さんもお母さんも今日はいないから安心して。うわ、でもこれヤンデレ家だもんね。なんか若干ちょっともう死んでんじゃねえかっていうのが頭の中にちょっと浮かんできましたが、今度紹介するからね。
今日は仕事でいないの。もうなんだかんだ俺結構ヤンデレゲやってるからちょっと分かるかもしんない。それじゃそろそろご飯作ろうかな。マタロウくんはゆっくりしててね。暇だったらテレビ見ててもいいよ。はい、ちょっと予想していいですか。なんかちょっと部屋を移動して、なんかどっか入ろうとしたら多分後ろからいきなりもう現れて、そこはダメみたいな優先会があるんじゃないですかって、ちょっとヤンデレゲをいろいろセーブできないの。ピョン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 。はい、ここで遊ぶのやめます。あまりゴミは入ってないもうすごくない？彼女の家に来ていきなりゴミ箱見るっていう子すごいと思う。テレビの電源、待って待って、まずつけないで、ちょっと探索したいな。普通に棚の中にはティーカップがずらりと並んでる。みこと先輩のコレクションだろうか。え、ティーカップをコレクション、それが趣味なの？ティーカップ集めが趣味なの？すごいじゃん。インターホンがある。特におかしなところないやら。もうティーカップが趣味なことは俺ちょっと話が合わないな多分。時計がある。すごい彼女の家探索するね。ティーポートの中には温かい桃の紅茶が入ってる。下行けんの？行けますね。うわー、これなんかここで分岐とかしちゃうんじゃないの？なんでこれセーブできないの？なんかセーブがすごく欲しい。いや、ちょっと待って、一旦ちょっと、言うこと聞こう。電源を入れた。今あまり面白い番組ない？まあ、え？やっぱ結局探索しなきゃいけないんだ。はい。探索しましょう。キッチン。キッチン多分こっち行って、ここに多分みことちゃんがいるんでしょ？いるね。はい。今頑張って作ってるから、またろくんもゆっくりしててね。あ、でもでも、あんまりうろうろしないでほしいな。なんで？みことの部屋は入っちゃダメ。ちゃんと片付けてはいるけど、女の子の部屋だからね。まあ、それは普通だよね。ジロジロ見られたら恥ずかしいじゃない。はい、やばそうな時に俺のサイレンが始まりますからね。俺のサイレン音が、これがセーブ？セーブスルールさ。あ、これちゃんとこういうところでしかセーブできないんだ。はい。あれ、てか待って、ここ、みことちゃんの部屋じゃないの？もう勝手に入ってない？パソコンある？みこと先輩愛用のデスクトップ PC がある。勝手に触らない方がいいだろう。なんか女の子ってあんまりパソコンを持ってるイメージないけど、なんかパソコン持ってるだけですごくなんかいいなと思う。あ、いい匂いがする匂いかご。くんかくんか。くんかくんかして感想言えよ。どうだったの？みこと先輩とお母さん、お父さんらしき人物が映ってる。なになになに今の？写真の中の先輩は楽しくなさそうだ。何今の音？俺こういう不協和音的な音すっごい嫌なんですけど。ほやんやんよ、ほやんやんよって。何？待て、まずもう一回匂い嗅ごう。この匂い嗅いで落ち着こう。くんかくんか。で、どういう匂いだったんだよって。ちょっとクリームシチューみたいな匂いした？なんでクリームシチューみたいな匂いを俺言ったの？何言ってんの俺。鍵、あ、ここじゃん、もう絶対ここやばいやつじゃん。帰ろ。もうご飯作ってる時帰ろ。すぐ別れる、多分。うわ、え？かなり埃が溜まってる。掃除してないの？みことちゃん。みこと先輩のよそ行きのコートだ。はい。これ、待って待って、なんかもういそうじゃない？まだご飯作ってるの？よかった。まだまだまだ？まだ？あ、まだなんだ。え、待って、あ、なんでじゃないや。待って待って待って、まずとりあえず、まだ探索しなきゃいけないところがあるってことですよね。はい、じゃあ探索しましょうか。あ？日記の切れ端がある。読みますか？はい。あ、びっくりした。もう、みことちゃんいきなり出てきたのかと思った。今日はテストだったなり。え、語尾？語尾なりなの？そう。もちろん出来はいつも通り、なりはないんだね。みことは天才だから、解けない問題なんてないのだ。え？よく見ると裏に、小さな文字で何か書かれてる。なんか不思議系だよね、この子。玄関においで。え？怖い！急に玄関においでっていう一言？すっげえ出たくないですけど。てか、ここにスリッパを置くんだね。ここじゃないんだね。え、怖っ。もうすでに何か起こってそう。みことちゃん、君の日記の切れ味勝手に見たけど、俺のこと殺さないでね。え？わかった。わかればいいのだよ。なんか、現実にいたら多分うざいんだろうけど、このゲームだとくっそかわいい。くっそかわいい。待って待って、日記の切れ味1、まだ他にもあるってことじゃん、多分。他のところ調べたら多分あるんじゃないですか？ああ、見っけた。読みます。お料理もお勉強もおしゃれも何もかも全部全部欲張ってエンジョイしちゃうみことなのでした。でもお小遣いが、みことはいつだって金欠なのでした。お小遣いはないので自分でバイトするしかないのだった。みことは苦労人なの。誰か助けてほしいな。欲しい。え、何が欲しいって？今欲しいものはね、これ日記なんだ。日記ってこういう風に書くもんなの？お洋服と、カバンと、参考書にノートとペン、料理本と、いっぱいありすぎてやっぱダメかな。日記はここで終わってる。
よく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる。紅茶は好き？日記の引き出しに、あ、そういうこと？この、必ず最後に書いてるやつは多分次の日記のヒント。日記の場所のヒントなんだね。多分普通に。玄関においでっていうのはそういうことね。はい。待って。とりあえずじゃあ、次紅茶でしょ？紅茶。てか紅茶の中に日記入れてたらやばくない？そこか。日記の切れ足がある。読みます。はい。これ、みことちゃん知ってんじゃない？てか、あえてやってんだよね。なんとみことは、またまた告白されちゃったのだ。モテる女は辛いのであった。まあでも付き合うだけなら、ただってやつかな。本当に私にふさわしいのかどうかって。でも、みことちゃんはちゃんとした恋愛がしたいの。みみことから好きになった人じゃなきゃ、ダメなんだから。みことは変な男には騙されないんだから。プン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 。日記は心割ってる。はい。お泊まり。え？これが次のヒント？いや、多分ベッドじゃないの？ベッドじゃないですか、みことちゃん。部屋入っちゃダメって言うけど、ねえ、一番最初の日記の切らしの場所、君の部屋だからね。全然入っていいよっていうことじゃん。ここでしょ、多分。ベッドの下に。はい。読みます。みことはね、幸せだったらいいなって思ってるんだよ。素敵な恋して、仕事して、世界一幸せな家族と一緒に過ごして、いっぱい子供と遊んであげるの。きっと毎日が楽しいに決まってるよ。欲しい！その時その時、みことはね、素敵な旦那様と一緒のお布団で寝たいな。そっか。って、それはね、別に変な意味じゃないの。はい、じゃあ、何の意味があるの？その変な意味じゃないのって、じゃあどういう意味で言ったの？よく見ると裏に小さい。お客さんが履くよ。あ、スリッパね。めちゃくちゃ君の部屋、ってか君の家、日記の切れ端まみれだけど、君すごいギミックいっぱい置いてあるね。ここでしょ？はい。読みます。あのね、今日はとってもいい報告があるのです。あ、これでまたろくんじゃない？私のちょっと気になってたね。ゆきまるさんって人がいるんだけど誰？なんと、みことのこと好きだったんだって。むふふ、ごかされちゃ、え、待ってこれ、え、またろくんなのそれ。そんなわけでみことは今ね、超ハイテンションなのでした。え、でも、みことのこと好きって言ってくれる人はたくさんいるけど、なかなか、みことがいいなって思ってた人からはあんまり好かれないのだよ。みことは残念だったりする。みことはこの声にちょっとだけ期待してみるのであった。でも、ゆきまるさん、私のこと分かってくれるかな？日記はここで終わってる。はい。冷たい目。え？まず、またろうくんだから、ゆきまる？別人ってことでしょ？え？なんか過去に恋愛してたの？この子。は？冷たい目。あ、写真。これじゃない？はい。違う。こんなところにあるみことちゃんにバレるよ。てか、みことちゃんがでも仕掛けてんだもんね。めっちゃ近くにいるときに見ちゃうんだね。ちょっと別のとこ行ってから読まないの。誰も私を分かってくれない。あー、ちょっと変わってる。お父さんもお母さんも友達も。誰も、私を理解してくれない。え、早い終わんの。ここで何か起きたんですか？はい。勉強。いや、付き合いたての彼女にいきなり闇があるっていう。またろくも大変だね。大変なこと、ね、付き合っちゃったねって。なんて言ってたっけ、メモ。勉強でしょ？あ、参考書。ここですよ。はい、来た。はい。はい、変わりましたね、雰囲気が。みことはね、今すごく頑張ってるんだよ。何のためなんだろう。お母さんとお父さんに喜んでもらいたいから。ってみことは言ってみる。みことは、私は何のために頑張ってるのかわからない。だから今にも襲われそうじゃない？この BGM。だって頭がいいわけじゃない。それでもなんでか勉強。強いられてるのに、意味なんかきっとないよ。うわ、下半身ないよ、みことちゃん！うるさい。あー、かける何十半。何十半って何？日記は心割ってる。続くね。割ったら弁償だよ。ティーカップですね、みことちゃん。違ったら土下座するから許してください。ティーカップですね。割ってしまうかもしれませんね。ティーカップ。あ、ここじゃないの？また間違った。あー、これだ。はい。みことはね、お料理が好き。得意料理はオムライスだよ。どんな男もこれを食べちゃえば、私のもの。ってなわけあるか。でもね、みんな美味しいって言ってくれるから、何度も作りたくなっちゃうんだよ。いつか、みことのお店を作りたいなって思ってたりするのだよ。
ミコトはいつか、いつの日にか、誰もが羨むすっごいシェフになってやるのだ。リキはここで終わってる。はい。よそ行きのコート、もう答えじゃないですか。ミコトさん、急に答え言いましたね。コートとかでならまだいいかもしれないけど、もうよそ行きのコートってこれしかない。ポケットの中に、はい。私は、折ミコト。高敷ミコト。職業は、高校3年生。うん。そ、職業って言う？永遠の17歳だよ。うん、ちょっと黙ろ。得意なことはお料理。部活はもちろんお料理研究会。テニス部もやってるけど、ほぼ幽霊だよ。みんなからは、なぜか人気者、カッコハテナ、カッコ閉じって言われてるみたいだけど、私ってそんな魅力あるのかな？まあ、不思議ちゃんじゃないの。ミコトはね、自分ではあんまりわからないなり。うん。それがわからんもん、そのなりが。自分磨きっていうのは面倒なだけなのだ。あ、でもね、授業もサボってないし、勉強もちゃんとしてるし、テストでも毎回一番なんだよ。一番になったら、お父さんもお母さんも喜んでくれるんだよ。あっ！何この音？一番じゃなかった時は。日記はここで終わってる。なんかお母さんお父さんなんかすごいことされたの？捨てちゃうの？捨てちゃうの？は？捨てちゃ、ゴミ箱。ゴミ箱っすか？違うの？ちょっと待って、結構難しい時とありえないほど簡単な時あるから、ちょっとこの差ね。この差がちょっとよくわかんない。ここのゴミ箱じゃなかったらちょっとつむ。はーい。合ってましたね。あのね、あのね。その日から何か面白くなった気がする。お母さんが何を言ってるのかわからない。お父さんも何言ってるのかわかんなくなった。面白い面白い。私は面白い。ミコトはね、静かになった。ってその時は思ったよ。何ももうしないんじゃないかな。体が軽いんだ。今なら何だってできるできる。もう、やったな、ミコトちゃん。お庭へおいでよ。え？ん？ゴミ箱の奥で何が光ってる。物置部屋の鍵を手に入れました。ミコトちゃん、すごい手の込んだやり方してますね。なんでわざわざそんなにビリビリに破いて切れ端作ってそれをいろんなところにぶちまけてるんですか？俺だったらもう、さらにぶちまけると思う。もう、切れ端、かっこ2300くらいまでいくかもしれないよ。かー、すごいくらい。注射器が床に転がってる。何したの、ミコトちゃん。何もない。本がある。曇った鏡？ミコト先輩のお父さんのものだろうか。箱の中には緊急時に使えるものがいろいろ入ってる。懐中電灯。大事。待って、これ結構分岐とかあるんじゃない？ここで。クローゼットは調べれない。ここは？棚何もない。薬？で、この注射器、何？この注射器って何？なんか危ないやつ？薬物的な？うわ、このゴミ箱じゃない。もう絶対。すごい。このゴミ箱でっか。ゴミ箱がある。中には生ゴミが入ってる。あ、ここじゃないんだ。赤い花、花の名前わからない。ピンクの花。おー、手入れされてんのね。土の中に日記の記録、これがやばいんじゃないの？どうせ、誰も私のことなんてわからないよ。私は、ずっと勉強で、頭がイカレレレレレなのかもしれない。ちょっとやばくね？帰ろ？ちょ、もう帰ろ？マタロくん、ちょっともう読まれて、はい、今するそのカナン飛び越えて逃げよ。私は何をしている？急に片言やめよ。私は何をしているって。うわ、まだああ、今ね、何と言ったか僕には分かりましたよ。うんちしたいんでしょ？分かってる、トイレ行け。11。え、まだあんの？ヒントも何もないじゃん、今回。待って、ゴミ箱とかにあるんじゃない？ないね。はぁ、出たらここにいるんじゃないの？ミコトちゃん。いない。でも、懐中電灯をどこで使うかってことですよね、多分。怖い。急に怖くなってきましたね。ちょっと待って。これさ、クローゼットじゃね？あ、違うね。ご飯できないの？結構時間かかってない？ミコトちゃん。何してんの？お。マタロウくん、もうちょっとでできるよ。もしかしてもう待てない感じ？え、これ聞いちゃう？で、聞いた方が、いや、一旦黙ろ。どうしたの？怖い顔して。君が仕掛けたんやろうが。具合悪いの？大丈夫？うん、大丈夫しかない。本当に？無理しちゃダメだよ。あのね、マタロウくん。ミコトはね、マタロウくんのこと、本気で好きかもしれないよ。逆に本気じゃない好きってあんの？いいのかな？もちろん。えへへ、嬉しいな。なんてね。冗談。今のはなしだよ。また今度答えを聞かせてほしいかも。あれ？
マタロウくんから告白してきたはずなのに。変なの。欲しい。え、終わり？黙っている。これ分岐？黙ってミコト先輩の手を握る。え？黙ってよ。あー、ダメだ。これ多分。え、違う。え？もう何もない。え、これ、こう出たら。何も起きない。待って、これでなんか進展があるんじゃないですか。ここでこそ多分クローゼットじゃない。もうクローゼットが怖い。まだ？まだなんかあんの？もう調べれるとこある？あとどこ？懐中電灯使ってない。すげえこの量。暗いところを照らせるって言うけど、暗いとこ？ここしかないよね。怖い怖い怖い。ここの間が怖い。ちょっと探索しますか。普通に。あった！怖っ。今日は特別に雪丸さんを家に招待した。私のとっておきのご飯を食べて、美味しいって言ってくれた。嬉しかった。雪丸さん来ちゃったのね。俺と同じ今、境遇でしょ？もちろん桃の紅茶かなと思ったけど、でも雪丸さんはちょっと違った。だからマスカットにしてみてよ。あ、ちょ、俺の方がまだレベルは高いのね。雪丸さんはクローゼットが気になってて、私は嫌な気分だったのだ。私だって怖いのに。ひどいよ。きっと分かってくれるって思ってたから、放っておいてよ。雪丸さんはもういない。うん、あ、え？あっけな？日記はこだわってる。怪しい薬？これ、ここ？あ、違う。怪しい薬？注射器の中に切れ端があるの？すごい頑張ったね、入れるの。壊れろ、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 はい。え？おいよ、みことちゃん。お、壊れろ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 。みことちゃん。おいよ、みことちゃん。それはさすがに多い。3回目は多す。壊れろ、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 壊れろ。終わった、よかった。いつのこと？カレンダーパターンっすか？みことちゃん。みことちゃん、結構日記多いね。ここじゃない？めくってみようとするとカレンダーの、はい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 。読みましょう。私のせい。私のせい。私がやるとみんな不幸になる。うん。みんな不幸にのとこがカタカナだとすごい、なんて言ってんのってなる。もうやめよう。誰誰誰かカカカカカとカカカ関わるのはもう、やめた、関わるのはやめた方がいい。なん、大丈夫？日記なんでしょこれ。鍵は私の誕生日。私のことが大切な人ならもちろんわかるよね。これが最後ってことっすか。待って、てか、みことちゃんの誕生日って、何でしたっけ？みことちゃん誕生日教えてくんね。なんでここら辺にヒントがあるんじゃないの？本や雑貨。おう。あー、こまた探索、いや、パソコンつけんじゃね？電撃さ、やっぱりね。3桁のパソコン入力しないで。みこと先輩聞いてみようか。いいの？聞いて。な、まず、あ、セーブしよう、セーブ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 大事。あ、またろうくん。どうしよう。あのね。お料理失敗しちゃったかも。そんな時間かかったのに。ごめんね。びっくりさせるとか言っといて。うん。泣いてもいいかな。どんどん泣け。その涙を調味料に入れてみー。のもしかしたら美味しくなるかもしれへんよ。許す。え、許してくれるの？マタロウくん。ありがとう。ほんとごめんね。でも今から作り直すから。ちゃんとマタロウくんには、みことの料理を食べてほしいもん。作り直すの？めっちゃ時間かかるくない？じゃ、誕生日！あと聞く。え、私の誕生日？あ、もしかしてお祝いしてくれるの？へへへへへ。嬉しいな。欲しい！じゃあ、特別に教えてあげるよ。みことはね、4月の27日生まれなんだよ。みんなには内緒だよ。ありがとう、みことちゃん。君のおかげで今、ピギミのパソコンを見てね。もしかしたらやばいサイトとか見てるんじゃないかなって今僕がチェックしますけども、皆さん準備はいいですか？電源あります。427ですね。427。はい。一致した。もう普通に言った。どういうこと？ああ、ログインの音ね。めっちゃ電話だと思った。ユーザー名、高敷みこと。ログイン中。アナル月、アナル日。命？私の名前は高敷。ああ、みことって命って書いてみことっていうのね。私は現在父と母と同居しています。父の職業はサラリーマン。普通と言っていいくらいに普通のサラリーマン。何もかもが普通すぎて怖い。普通に就職して、普通に恋をして、普通に結婚して。
それが悪いの？普通に浮気して、あ、え？それダメだね。普通に生活している。そんなごく普通の父です。一つ普通じゃないけどね。母は働いています。あまり家には帰ってきません。父よりも稼ぎがあります。何をしているのかは教えてくれません。父が酒に酔って暴力してくるのが嫌で嫌で、きっと家になるべくいないようにしているのです。私も逃げたい気持ちは山々です。でも私が逃げてしまっては、父はご飯を食べることすらできないのではと思っています。いや、はい、あの、日、はい。私は日記をつけています。日記は、自分以外の誰かに読まれることで、本当の価値があるのではないかと考えます。ああ、確かにね。今読んでるからね、めちゃくちゃ君の日記ね。私が表に出すことのない言葉を、あなたが今聞いている。私はきっと助けてほしかった。だから誰かにこれを読んでほしかった。アナルガザナルチ、はい。私は現在二人の監視をしています。先週から二人の様子は大きく変わったよう。二人は最初、抵抗していましたが、今となっては私に対して怯えているようです。食事は私のお手製です。箸は与えません。手で食べるのです。ここではそういう文化だと私は言いました。すごい文化だね。はい。私は二人に勉強を教えました。教えることで私も力がつくのです。二人は不真面目で、私の言葉はあまり聞いていないようでした。お前は悪魔の子だ、と叫んでいました。私は二人に罰を与えました。一週間食事を与えずに放置してみました。すっごい罰だね。はい。私が様子を見に行ったとき、父は死んでいました。まあ、そりゃ死ぬよね。母は衰弱状態にいました。母の方強っ。母の生命力パないね。母は泣く気力もなかったのでしょうか。私のことを睨む力ももうなかったのでしょうか。言葉をかけても無反応でした。はい。私はベッドの中で震えていました。何かが怖くても後戻りできないのだと思いました。私は、続きはもうないようだ。あ、怖い。よく見るとキーボードの上に何かが挟まってる。来た。もう後戻りはできない。巫女の秘密知りたいでしょ。教えてあげるよ。だから扉を開けて。怖い怖い怖い。開いてるよ。怖い怖い怖い。一瞬でゾワってきた。ここ？中は真っ暗で足元がよく見えない。何か照らせるものがあった方がいいかもしれない。ここで懐中電灯ですね。怖い。めっちゃ怖い。あ、怖い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 。クローゼットでしょ、でも。そんなに広くないよね。クローゼットの中。マタロ君なんでそんな無表情なの？使う。怖い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 。お。三人ってことは、まあまあいるのは分かってたんであまり驚きはしませんけど、3人は多分お父さんお母さんと雪丸さんでしょ。クローゼットの奥には誰のものか分からない死体が転がっている。よく調べれるね。クローゼットの中は異臭が立ち込めている。汚物や嘔吐物の匂いがする。下に外傷はないようだ。餓死だろうか。女性が1人と男性が2人、おそらく美琴先輩の お母さんお父さん、そして雪丸さんのものだろう。ここで見たものは見なかったことにした方がいいかもしれない。違うんだよ、もう来てんだよ。出るんでしょ。出れねえんだよ。だよね、だよね、そうだよね。何してるの、マタロウくん。いやいや、どういうこと。何してるのじゃないでしょ。何その自作自演みたいな顔。私の部屋には入らないでって言ったと思うんだけどな。見ちゃったんだね、私の秘密。マタロウくん、震えてるの。私はね、大変だったんだよ。聞いてくれる？聞いてみますよ。ありがとう。私はね、実は小さい頃は今みたいに何でもできるような子じゃなかったんだ。昔の私はみんなが考えてるような私じゃない。みんながいじめたくなるような子だよ。みすぼらしい、最低の、ネクラで、バカで、ほんとすぐ騙される。お父さんもお母さんも私のことを諦めてたよ。お前はできない子って何回も何回も毎日毎日言われ続けた。だいぶお父さんお母さんもクズですね。私は努力したよ。精一杯努力した。友達や先生には無理でもお父さんとお母さんにだけは捨てられたくなかった。私は頑張って頑張って今くらいの力をつけた。自分を捨てたし変えた。昔の私はもういない。高敷美琴は高敷美琴になった。性格も心も明るくて元気でみんなからも好かれる存在。もう誰も私のこと責めたりしない。そう思ってた。でもお父さんとお母さんは認めなかった。
私のことを分かってくれなかった。ほう、どうやってその声出してみことちゃん教えて。俺それやってみた。おにょんよ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 ん、無理だ。私がいくら頑張ったって認めなかった。認めなかった。みことはね、お父さんとお母さんを育ててあげたいなって思ってしまったのだ。きっとみことが愛情を込めて一生懸命にね、育ててあげたらお父さんもお母さんもいい子になるかなと思って。だからお父さんとお母さんを毎日お世話してたのだよ。みことは毎日頑張ってたのだよ。ほっし、いっぱいおいしいものを作ってあげたの。お父さんもお母さんも私のこときっと分かってくれる日が来るかもって信じてたのだ。だでもみことは失敗しちゃった。お父さんとお母さんが冷たくなっちゃって、まるで息もしてないみたいなの。息してないんだよ。もう意味がなくなっちゃった。みことももう生きる意味もないって思っちゃったのだ。でもそんな時に雪丸さんが現れたのだ。雪丸さんは私のこと好きって言ってくれたから分かってくれるかなと思ったんだよ。でも雪丸さんはみことの秘密を知って怖がっちゃったのだ。みことは雪丸さんが逃げようとして捕まえちゃった。大変なことになる気がして怖かったの。だから雪丸さんもみことと一緒に行ってもらうことにしたの。みこと、お父さんとお母さんと永遠にずっと一緒にね。マタロウくんも逃げちゃうの？あ、ここで分岐か。ここで分岐だ。逃げる。そばにいる。抱きしめる。うわー、逃げよ、最初は。最初は逃げよ。もうこの顔怖。あれ、マタロウくん、逃げようって言うんだ。みことから逃げられるなんて思ってるの？なんでだろう。みことのこと好きじゃなかったの？やっぱりそうなんだね。私のこと好きだなんて。そんなのどうせ嘘だよね。もうヤンデレって、ほんとヤンデレモードになった瞬間、異常にもう人間じゃない力を出すからね。僕は必死で走った。みこと先輩を追いかけてきたが、家の外まで出てこなかった。これでよかったんだと思った。みこと先輩があんな狂った殺人鬼だったなんて、思い返してみるとゾッとする。僕は狂人と一緒にいたのか。君も若干狂人じゃね？全然焦んなかったやん。僕は疲れ果てて足がもつれる。休憩しようと思ったその時、すぐ後ろから声が聞こえた。すっげえやっぱやんでれって。すげえ、もう気配も消してすぐ近くにいんしょ。マタロウくん、追いついた。うわ、何どうしたの？その、なんか全身チョコに、なんかチョコぶっかけられたみたいな色になってるけど。やばい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 。髪が武器みたいになってる。バッドエンド1。後ろの正面。だーれ？ああ、私。バッドエンド。オーマイガッド。ハッピーセット。パラパパパ。アムラビニ。はい。なにこれ？怖い。さて、じゃあ次は真ん中のミコト先輩のそばにいるにしましょう。はい。さあ、これで喜んでくれるのかい？ミコト先輩さんさんさん。本当に？本当に一緒にいてくれるの？もうヤンデレがね、ヤンデレに優しいことをすれば、もう一瞬で強い味方になりますからね。何俺なんか専門家みたいになってますね。嬉しい。マタロウくん。マタロウくん。じゃあね、ミコトとマタロウくんはずっと一緒だよ。離れちゃダメなんだよ。まあ、可愛いからいいよ。うん、俺はそう思う。ちゃんと毎日ご飯作ってあげるからね。マタロウくんのこと、ミコトは一生懸命お世話してあげるよ。ちょっと待って、お父さんお母さんみたいなやつやめよ。え、こん中に閉じ込められた。おい、お前何してんだ。え、早くね。おお、このバッドエンドの時に君の顔すっごい怖いよ。全然美少女っていうかけらもない。髪武器にしか見えんもん。あの顔になった瞬間、髪が武器にしか見えない。さあ、もうこれしかない。抱きしめる。そしてハッピーエンドに行こう。ぎゅー。え、マタロウくん、何してるの？ミコトは、ミコトは殺人鬼なんだよ。そんなことしてたらマタロウくん、きっと殺されちゃうよ。ねえ、逃げないの？マタロウくん。マタロウくん、私とんでもないことをしちゃったよ。やっと正気に戻ったかい？どうしたらいいかな。マタロウくんがいなくなったら、私はこれから一人ぼっちになっちゃう。そしたら、私はお父さんとお母さんと雪丸さんのとこに行こうと思ってる。
ちゃんとみんなに会ってごめんなさいって言わなくちゃいけないって。どうして？おお、ここでも変わるの？許す、俺が許せる立場なの？ってか許してくれるの？マタロウくん、私のこと許してくれるの？マタロウくん、私は悪い子なんだよ。私はただお父さんにお母さんに褒めて欲しかっただけなの。いいことは頑張ってて偉いねって言って欲しかっただけなの。なんでこうなっちゃったのかな。ごめんね、ごめんね。許す、もう許す。お父さん母さんに、もうどうでもいい。池丸さんもどうでもいい。とりあえず許す。みこと先輩は泣いていた。僕は何も言わずにただみこと先輩をぎゅっと抱きしめていた。その時僕はみこと先輩を真の意味で分かってあげることができたんだろうか。僕はずっとみこと先輩のそばにいた。みこと先輩の心は時間が癒してくれると思った。うん、それは分からんけどね。お、時間が許してくれたんじゃない？これ、あ、時間が癒してくれたんじゃないの？ねえ見て、マタロウくん、ほら雪降ってるよ。マタロウくん死んでる？なんか顔つきがもうなんかもう人形みたいになってるけど。あ、そうだ、マタロウくん、今度雪だるま作ろうよ。私はね、昔はよく鎌倉とか雪だるまとか作って遊んでたのだよ。毎日暗くなるまでお外で遊んでたな。そしたら手と足が冷たくなっちゃって、でもその冷たくなった手をね、ストーブで温めてる時はすっごく幸せ気分だったのだ。でもね、雪遊びはずっと私一人だったの。誰かと雪合戦とかしてみたかったの。えへへ、でも今はマタロウくんと一緒に遊べるからいいんだよ。何を食べんの？マタロウくんがいてくれたら私は一人ぼっちじゃないから。マタロウくん、喋ろ。あれからみこと先輩は狂ったように泣いていた。来る日も来る日も泣き続けた。僕は諦めなかった。みこと先輩が自殺しないようにずっとそばにいた。そしてついにみこと先輩と会ってから初めての冬が来たのだ。みこと先輩は少しずつ元気を取り戻していた。笑顔も見られるようになったのだ。僕はみこと先輩を愛してる。やっと喋った。みことちゃん、僕は楽しそうなみこと先輩の笑顔をずっと見つめていた。お、ハッピーエンド？トゥルーエンド。きた。お、あー、スタッフロール。これエンド何個あんの？これ多分3つとかじゃないんですかね。多分他選択肢、あのなんか最後のあの許すのところのやつで、多分あれまたなんか同じ方のエンドに行くのかな。とりあえず一旦やってみますか。猫藤カールさん、ありがとうございました。いやー、なんかこれ一番最初のやっぱゲームかもしれないと思ってます。はい、多分これ一番最初のゲームだと思うんですけど、なんかやっぱいいですね。なんかヤンデレのなんだろう、基準わからん。もう何言ってるかわかりません。とりあえずヤンデレだよね。な、俺喋り急に下手なるやん。喋り急に下手になってすっごいもう何言ってるか自分でもわからなくなってきた。とりあえずこのみことちゃんと幸せになりましたっていう話ですね。はい。まああの、この子やばいけどね。もう髪武器にしか見えんもん。もうずっと髪が武器にしか見えなくなってきました。はい。はい、もう喋ることない。もう喋ることない。もう終わり。もうね、あ、チョコまみれのみことちゃんや。もうここが一番武器にしか見えん。髪。もう右のその髪。そう、長い髪の部分。そこで多分人刺せるから、絶対。もうなんならあの、お父さんお母さん、それで刺してもよかったんじゃないかっていうレベルだよ。カロンさんありがとうございました。いやーなんか昔の、なんか、これ2013年のゲームらしいんですけど、なんかね、やっぱなんかもう心の時点でもうヤンデレっていうものをうまく構築されてましたね。いやー終わってしまった。とりあえずちょっともう一つのエンディングあるかもしれないからちょっとやっていきます。はい、何も言わない。マタロウくん、私は悪い子なんだよ。あれ？頑張って出ないねって、うん。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんねってね。あれ、これ結局エンディング同じなんだ、多分。あ、同じやん。はい、ということで、あの、エンディングは変わりませんでしたね。トゥルエンドのままでした。てなわけで、このみこと日記、みことちゃん、みことちゃん、このマタロウくんと幸せになってんね。うん。めちゃくちゃ幸せになって、ちょっと、頑張って過ごしてください。ということで、皆さん、ヤンデレにならないようにお気をつけください。ということで、また別のゲームもね、ちょっとやってみたいと思うんで、またやりたい。はい、さよなら、はい。